始めたきっかけは2011年の東日本大震災がきっかけで、でその時にまあここ東京なんですけど、計画停電が何回かあって、で、まあ、いきなりこう何時間か電気のない電気切られちゃう生活っていうのを体験して、まあ、ちょっと自分でやっぱり電気を。